太田のミットは内側、打ち上げた、高く上がった。さあキャッチャーかサードか、太田が PC 間の真ん中ボールを取っています。コーチの今宮、ああ、ここは少し読みが外れましたか。まあ、逆球でしたからね、ファースト正面です。鈴木大輝キャンバスを踏んで、そうですよね、そして外のスライダーでしょうか、カット系のボール、一塁送球です。ピッチャーこのワンツーアウト、ここも外の変化球です。スイングアウトの三振、三森三振、これが持ちませんという話がされてましたね。セカンド深い位置、浅村一塁に送る、外のここもいい高さ、ボールが沈んでいます。田島も3つ目の三振、外のチェンジアップ、最後はスイングアウト三振です。ランナー2者残塁、最後この外ピッチャーゴロ、一塁を送る田島、ワンアウト、牧原はピッチャーゴロ。さあこうなればシュート、どうしますか。ツーアウト打っていく、三森初球ってセカンドゴロ、二塁へトス、ショートベースカバー、山崎キャンバスを踏んで、これでスリーアウト、5回。